はい、こんにちは。サッパ TV です。今日はですね、ミラー型ドライブレコーダーのご紹介ですけど、実はこの Amazon の箱、すでに開いてます。最初家に届いた時、あまりにも大きい箱だから、これドラレコじゃないだろうと思って、中身開けたらドラレコだった。ほぼね、緩衝材が面積を占めている中身でしたね。この箱の大きさに対してドラレコはほんのちょっとしか面積取ってないんですよね。ほぼ空気ですよ、これ。まあこれはね、よくアマゾンである配達の風景なんだけど、今日はね、こちらのドライブレコーダーをご紹介します。袋に包まれているので、この袋を開けて中身を確認してみましょう。こちらですね。はい、というわけで本日ご紹介する商品がこちら、ミラー型のドライブレコーダー。お値段がね、結構安いんだけど、一体どんなドライレコなのでしょうか。はい、それでは商品レビューやっていきます。まずパッケージなんだけど、とてもシンプル、シンプルだけどちょっとこう絵が入っててかっこいい感じのパッケージですよね。この漆黒の黒色で高級感があって謎めいたパッケージになってますね。何もね、商品の特徴とか写真とか何も書いてません。真っ黒。それじゃあ早速開封しましょう。蓋を開けると、まだ分かりませんね。まだ分からないけど、こちらの袋を開けるとオープン。こちらです。形は通常のミラー型のドライブレコーダーと変わりないですね。よくある形です。ミラー型の特徴であるラグジュアリー感もよく出てますよね。おしゃれな形ですね。裏面も大きく変わりのなさそうですが、まずは最初に梱包内容を確認しますので、また後でね、本体の方をご説明します。付属類はきっとこの箱の下にあるんでしょうかね。こちらですね。こちらがバックカメラとケーブルが一体になっているコードですね。これを本体のドライブレコーダーと接続して使えます。バックカメラは防水となっていますので、雨が降っていても大丈夫です。解像度はこれ前後カメラで、前が 1080p で後ろが 720p になっています。これがドラレコをミラーにね、取り付ける時のバンドですね。ゴムの素材になっていて伸び縮みしますね。2セット入ってます。そしてここでおすすめポイント、マイクロ SD32GB のメモリが付属してきます。これはありがたいですね。これがシガーソケットから電源供給を本体にケーブルでつなぐシガーソケットの電源ケーブルですね。こちらの使い方は大丈夫ですね、ご説明しなくても。こちらがシール剥がしだと思うんですけど、まあドラレコ本体はね、ミラーにくっつけるから必要ないけど、多分あのバックカメラのこちらですね、こちらのテープを剥がしたりするときに使用するのかな。こちらはね、 USB アダプターで画像データとかをパソコンにマイクロ SD から入れて動画を見たりするときに使用するアダプターですね。これもね、あると便利なアイテムですね。そしてこちらが説明書になりますけど、説明書はね、日本語で書かれていて、まあページ数少ないんだけど、重要なことは全部書いてますね。取り付けのやり方とか設定の方法とか、あとは商品の性能とかね、書いてありますので大丈夫です。はい、梱包内容が以上になります。はい、そしたらね、本体の方を見ていきましょう。大きさは10インチの液晶画面になります。表面はね、ミラーのようになっていてとても美しいですよ。そしておすすめポイントとしては、お値段が安いこと。こちら7000円台でミラー型のドライブレコーダーということで、結構お安いお値段ですね。あまりないですね、このお値段でミラー型って。だいたい1万円ぐらいしますね。こちらがフロントカメラ、フル HD1080p になっています。また後でね、走行映像を見せます。そしてこのレンズね、後ろのミラーに当たらないようにこの調整ができます。伸ばしたり引っ込めたり、これによっていろんな車種のミラーに合うようになってます。これが横から見た形だけど、デザインはね、普通のミラー型と変わりないですね。本体に備わってる端子が電源の端子と、あとバックカメラの接続端子、あとマイクロ SD の挿入口ですね。
そしてこれがハイブのバンドの部分ですね。車のミラーとくっつけるときにこう接する部分ですね。これゴムのバンドで留めるんだけど、こんな形になってます。トゥデイズカーホンダインサイト、今これフロントミラーに装着したところですね。こんな感じです。まあ通常はミラーみたいにはなってますね。本来のミラーにこのミラードラレコをくっつけるって感じですね。まあこれは私何回もミラー型紹介してるので、前の動画見てもらえればどんな感じかわかると思います。じゃあ電源つけてみましょう。結構爆音、結構爆音だよこれ。こんな感じです。見た目は今までの従来のミラードラレコとそんなに大きく変わんないかなって感じですね。発色の色とかもね、まあ見づらくはないです。操作方法もそんなに大きく変わりない。ここにねスワイプすると、これカメラ前後カメラなんだけど、前後にねカメラ切り替わります。これで今前方、これ今後方、前方ね切り替えることができます。であとは上下上下角度を調節することができます。こんな感じでね、なんかねこれねスマホみたいな感じじゃないんだよね。スマホみたいにこうやってぬるぬる動くやつもあるんだけど、これは一回一回こうコマンド、上にこう上から下に指を引っ張ると上に上がるみたいな、で下から上だと下に下がるみたいな、ちょっとこういうタッチパネルなんだけどコマンドみたいなやり方ですね。コマンドを入力してるような。で右側に日付時間曜日出てますね。であとはこういう今現在のアイコンとかがね出てくるね、この上の方に。でメニュー画面なんだけど、メニュー画面は1回タッチするとこんな感じで、これもね従来のミラー型ドラレコとあんまり変わらないですね。こんな感じでメニューが出ます。でこれが録画のオンオフで、これが多分カメラだね、写真撮るボタンだね。うわーすごい、ガシャーとか言って、これ写真撮るボタンで、でこれマイクのオンオフかな、これね今車線入ったけどマイクのオンオフで、この鍵のマーク、これが多分映像を保護するマークだね。なんかあった時に消さないように、上書きされないように保護するマークだね。この再生のマークが走った動画を確認する時の再生するボタンだね。一回見てみようか。こんな感じでねファイルが読み込まれます。でこれで触ればいいのかな、こんな感じで走ってる走行の映像が見れます。あとは設定ですね。設定はこの一番最後の歯車、これをこんな感じで設定メニューが出てきます。で録画モード選択されて1080か720で、ムービークリップ値かなんだこれ、あこれあれだね、名前がムービークリップ時間とか言ってるけど、あのループ録画の時間だね。常時録画っていうのかな、常時録画とも言うけどループ録画の時間で、夜景モードってなんだろうね、夜景モードあれかな、あの夜走る時のモードかな。で露出の調整、露出の調整ができますね。でその下行きます。で下はねこのボタンを押して、あとはねパネルの明るさの自動調節ね、オンオフあります。 G センサーはオフ高い中低い、あと駐車監視オンオフ、そしてあとスクリーンセーバーか、言語、言語は日本語と日本語、すごい、何これ、何語、何タイ語、イングリッシュ、音量、あと周波数、これ周波数は50か 60Hz 選べます。で日付、日付ね今2020年だけどちょっと何もやってないから2019年になってる。日付ね変更できます。であと SD カードのフォーマットでしょ、あとシステムの初期化、あとファームウェアのバージョンの確認、こんな感じですね。それじゃあ走ってみましょうか、いつものお決まりのコース。今日はですね
ドライブレコーダー一気に4つ商品レビューの紹介来ちゃったので、4つ一個一個やるのはね大変なので、2つ同時に今回やりました。とりあえずね、とりあえず2つ同時にやりました。で、今回2つのドライブレコーダーレビュー同時に今してるんだけど、まあ一本一本後で動画アップしますけど、この左がミラー型のドライブレコーダー、運転席の視界から見るとこんな感じ。ちょっと2つあるけどね、こっちのレビューとこっちのレビュー両方動画1個ずつアップしますので、まずはこのミラー型のドライブレコーダー、もういくつもねミラー型のドライブレコーダーはやってますけど、まあ悪くはないと思いますね、この映り。ちょっとこれが実際の動画ですね。走ったドライブレコーダーの動画、印象としては綺麗だなと、普通に思ったより綺麗だなと思いました。安かったのでどうかなと思ったんだけど、結構安いドラレコって映像がねあまり良くなかったりするんだけど、これなら十分じゃないかな。で、後ろがね 720p なんだけど、 720p の割には前方がね 1080p なんだけど、あまり差を感じなかったね。前後そんなに差がないように感じました。 720p だけど十分映ってますね。これがね上下前後のカメラ比べてるけど、後でこれ見返したら警察後ろから来てたんだね。俺知らなかった。なんか変なことしなくてよかったね、操作とかしなくて。で、警察ね後ろのカメラから前に行くと思ったら前来ないんだよね。だからきっと後ろの死角の方で並走してたんだろうね、俺と一緒に。怖かったね。いや怖くはないけど、今思えば怖かったね。で、目の前にこうやってトラックが来たから、警察がちょっと後ろについたみたいな。うわ、でも来てるねこっちに、怖いな。これがね夜の映像になります。まあ、夜はね液晶画面綺麗にはっきり映りますね。こんな感じで見えてます。見やすいですね、とても。ミラー型ドラレコってこう液晶画面で明るくなるから、車内がちょっとこうおしゃれになるんですよね。そこもねミラー型のいいところだなと思います。これが夜のね街中の風景ですけど、まあどうでしょうかね、悪くないですよね。普通にこう歩いてる人とか前からの車のね様子とかはっきり分かりますもんね。これがね後ろのカメラの映像だけど、まあ夜で暗いけどね、後ろのバスのナンバーねしっかり映ってますね。大丈夫そうですね。まあ当たり前ですけど、近い車のナンバーは映りますけど、離れればねちょっと見づらくはなります。でもこれだけねナンバー映ってるので、映り方としては悪くないですね。ドライブレコーダーでほんと全然ナンバー映んないドライブレコーダーもあるから、これはね映ってる方ですね。このドライブレコーダーナンバーしっかり、はい。というわけでミラー型のドライブレコーダーのご紹介でしたけど、いかがだったでしょうか。私の感想としてはですね、まあ、今回これねミラー型ドライブレコーダーってだいたい14,000〜15,000するのかなと思ってたんだけど、こちらのドライブレコーダーね価格も魅力的で7,000円台という安いドライブレコーダーなんだけど、ミラー型として十分機能の備わってるドライブレコーダーですね。映像の方もね見ていただいて分かると思いますけど、前が 1080p で後ろが 720p なんだけど、まあ、そんなに差を感じるようなね映像の差はなく綺麗に映ってますよね。まあ、ミラー型のドライブレコーダーとしてね液晶画面の方もねタッチパネルで操作できて、映像もこれだけ綺麗に残せるんだったらいいのかなって。そして7000円台のお値段十分じゃないですかね。そしてさらにねマイクロ SD カード 32GB ついてきますので、これはお買い得な商品じゃないかなと思います。なので、まあ、安くミラー型のドライブレコーダーを探している方にはおすすめできる商品なんじゃないかなと思います。はい。というわけでお時間の方がやってまいりました。動画のね途中にねドライブレコーダー4つレビュー用に商品いただいたという話しましたけどね、まだあと3つ残ってますので、
次やるのがね、3カメのドライブレコーダー。ドライブレコーダーってだいたい前後の2個のカメラがまあ主流なんだけど、次紹介するのはね、ドライブレコーダーカメラ3つついてますので、またこれがどんなドライブレコーダーなのかお話レビューねしていきたいと思います。はい、というわけでこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。